それではスローレベルの2023年度の活動報告会を始めさせていただきます。開会に先立ちまして、委員長の江守からご挨拶申し上げます。はい、改めまして皆さんこんにちは。理事長を拝見しております江守でございます。今日はですね、スローレベルの総会と、活動報告会というのを参加いただきましてありがとうございます。この1年間ですね、それから、新しいプロジェクトが始まってますので、新しいプロジェクトの今後のことについて、またいろいろご意見いただければというふうに思います。どうぞお願いします。では、それでは東野の方から2023年度の活動報告をさせていただきます。ではですね、まず2023年度大きなプログラムとして、まず日米プロジェクトというものがあります。こちらは2022年度より独立行政法人国際交流基金の助成により、日米のソーシャルサーカスを通しての交流事業を行っております。2年目となります2023年度は、11月にアメリカのシアトルにありますサンカというソーシャルサーカスのプログラムを行っているスタジオと、シアトルチルドレンズプレイガーデンというところにリサーチを行いました。特にサンカでは、障害のある子どもたちの活動の場を作ることを目的として設立されたエブリバディサーカス、多様な体のサーカス、どんな体の方でも対応できるサーカスという言葉を合言葉に、さまざまな人に向けたサーカス教室というのを開催しておりまして、スローレベルではそこから参加者、指導者、理事、寄付者など多くの関係者からお話を伺うことができ、団体運営の上でも多い学びの多い訪問となりました。次にスローサーカスアカデミーです。こちらは、こちらも2022年度より発足しまして、2023年度は4月より2期生を募集しスタートしました。自らのパフォーマンスに磨きをかけて社会へ挑戦しようとする3名のエンパワーメント専攻と、多様な背景の人々とインクルーシブな創作スキルを身につけたい4名のアカンパニスト専攻に加えまして、2期では2名の手話通訳パフォーマーという新たな人材を募り、4月から9月までの6ヶ月間チームとしてさまざまなプログラムに取り組みました。ソーシャルサーカスを用いた創作実習では、創作活動を通してコミュニケーションの取り方や仲間との信頼関係を築きつつ、一期でも好評だったサーカスならではのエアリアルフィジカルトレーニングや、自分の言葉で語り相手の考えや話を聞きながらお互いに成長を重ねるための対話の時間というのも実施しました。9月には市民の皆様に気軽にソーシャルサーカスの魅力を体験してもらうためのスローサーカスフェスタというのを開催し、ゲストディレクターとして橋本ロマンさんを迎えて創作した2期生の6ヶ月間の集大成となる作品スローヘイツを上演するほか、スローサーカスのメンバーと交流しながらソーシャルサーカスの道具で遊べるコーナーなど、ソーシャルサーカスを見て聞いて体験できる1日を創作しました。現在は、2023年度7月からスタートする3期生を募集しています。3期でもゲストディレクターとして現代サーカスの最前線で活躍されているジャグラーの目黒洋介さんをお迎えして開催予定です。6月16日まで受講者募集しておりますので、ご興味のある方ぜひご応募いただいて一緒に活動できたらなと思います。詳しくはスローレベルのホームページの方をご覧いただければと思います。次に各地域での活動についてなんですけれども、まずここ横浜での活動の取り組みについてお伝えします。横浜市では横浜パラトリエンナーレのレガシーとして横浜市の健康福祉局より委託を受けまして、ここラポール上岡にて障害者の芸術文化活動の場の創出、社会参加の促進を目的としてソーシャルサーカスのプログラムを実施しました。エアリアル体験ワークショップを行ったり、市内の特別支援学級や福祉施設に出向き、ソーシャルサーカスの体験会を行うほか、毎月のレギュラープログラムとして、ソーシャルサーカスの広場を開催しました。
ジャグリング道具やパントマイムなど身体表現のワークショップを通してソーシャルサーカスを楽しみながら市民の皆さんのコミュニケーションの場として開催することができました。こちらにつきましては今年度2024年度も継続委託をされて実施しています。で、一旦こちらご案内なんですけれども、皆さんが気軽に参加できる場として、このソーシャルサーカスの、サーカスの広場ですね、ここラポール上岡で、毎月、第2、第4木曜日の夕方17時から1時間程度なんですけれども、テーマを決めて、ミニワークショップをしたりとか、道具を自由に体験できる時間を設けてます。こちらも皆さん気軽に参加できるものになりますので、もしよろしければ遊びに来ていただければなと思います。次に港区での事業のご紹介です。港区も昨年度から引き続き、継続で委託を受けています。障害や引きこもりなどさまざまな事情を背景に社会に関わるきっかけや練習の機会が欲しい方、障害のある方との競争を経験したい社会人が一緒に参加できるワークショップを6月から月1で開催しました。2023年度はワークショップ参加者でのヒューマンプラザのお祭りにも出演しました。また子育て世代のお父さんお母さんのリフレッシュを目的としたワークショップでは一時保育も実施し、親御さん自身のための時間も提供しました。親子一緒に参加するワークショップではソーシャルサーカスを使っていつもとは違う子どもとの接し方を学ぶ場っていうのを提供いたしました。さらに感染症の影響や障害の重さにより施設外へ出ることが難しい方が集まる施設にも訪問し、ソーシャルサーカスを実施。施設利用者だけでなく施設職員の方も一緒に参加し、日頃の余暇活動に使えるようなワークを実施紹介してきました。こちらも2024年度も継続開催決定しております。こちらも少しご案内になるんですけれども、6月の8日、今週末から、港区でもソーシャルサーカスのワークショップが行われます。月に1回、来年の3月まで行います。港区浜松町ですとか大門の近くにあります、港区立障害保健福祉センターヒューマンプラザというところで行っています。こちらは、参加無料で、参加費が無料で参加できるものなので、もしよろしければこちらも合わせて皆さん遊びに来ていただければなと思います。ちょっと6月の方がもう締め切りが終わってしまっているんですけれども、7月以降のものはまだまだ募集行ってますので、日程があるところぜひ遊びに来ていただければなと思います。またその他の地域の交流事業として、昨年度は品川区のイベント集まれエバラですとか、京都亀岡市のヒューマンフェスタでパフォーマンスや、サーカス道具の体験会を行ってきました。また世田谷区では、世田谷アートタウン2023の、イベントとしてインクルーシブ大道芸イベント三茶で大道芸ですとか、あと福島市で、人権週間に合わせた、ソーシャルサーカスのワークショップなども提供しております。また、ジャパンジャグリングフェスティバルですね、これ、日本最大のジャグリングフェスティバルなんですけれども、全国もしくは海外からもジャグラーが集まる大きなイベントなんですが、こちらでソーシャルサーカスのレクチャーを行ってきました。これによりジャグラーへ新たな活動の場としてソーシャルサーカスの場を紹介することができました。ここで興味を持った方が今現在、スローサーカスのトレーナーになりたいというふうにお申し出をいただいて、トレーニングを積んでいると。さらに、横浜市にあります岩崎学園、学校法人岩崎学園では、法人内のイベントとして、ソーシャルサーカスのパフォーマンスですとか体験会を行うほかに、横浜リハビリテーション専門学校といい OP ですとか PT を育成する授業の、授業カリキュラム、カリキュラムの一部としてソーシャルサーカスを導入していただいています。でこちらも今年度、ぜひ授業を継続して行ってくださいというふうに依頼が受けていますので、2024年度も継続して行う予定です。次にアクセシビリティについてなんですけれども、スローレベルはサーカスの交流活動のほかにアクセシビリティとして、アクセスコーディネーターの講座なども行っています。
先ほどご紹介させていただいた国際交流基金の支援を受けまして実施している日米交流事業の一環として講座の開発も行いました。イベントを企画したりお客様に楽しみを提供する場所に関わったりする人を対象にアクセシビリティを整えることの心理的ハードルを避け、どんな人にも気軽に実践してもらうことで社会の多様性を広げていくことを目的に、本会講を目指し、関係者を招いてモニター講座を対面オンラインと実施し、それぞれのメリットとデメリットでの検証をしてきました。結果、東京芸術劇場にて法人向けのアクセス講座を開催することができまして、東京芸術劇場の公演事業に直接関係するスタッフの方だけではなく、建物内で働く警備や清掃、店舗の方々など、東京芸術劇場という場所を共有している全てのスタッフを対象とした研修というのも実施することができました。さらに、2022年度に続き、里山ガーデンのコメンタリーガイドを昨年を受託しまして、スローレーベルが全てを実施してアクセシビリティを提供するのではなく、昨年度2023年度につきましては里山ガーデンのボランティアガイドにアクセシビリティについて研修を受けていただき、当日のお客様のご案内もボランティアガイドを中心に実施するという内容の講座を受けて実施してもらいました。前年度の反省点を生かしまして、さらにパワーアップした工夫やご案内内容を考えて実施できたと思っています。その他、皆様へのご報告事業として2つご紹介させていただきます。1つがワールドトライアスロンパラトライアスロン横浜2023年大会におきまして、 SDGs エントリーの寄付先に選定されました。同大会ではコロナ禍で平等格差が大きくなってきていると言われている社会情勢の中、誰もが輝ける大会を目指すとして SDGs17 目標のうち、人や国の不平等をなくそうという取り組みに寄与する団体として党とスローレーベルが選ばれ寄付されています。横浜 SDGs デザインセンター様とのマッチングにより、アーティストと障害者をはじめとする多様な分野の人々との競争により、多様性と調和のある世界を目指し、社会活動の解決、社会災害の解決に導く活動をしているとして推薦していただきました。もう一つが、これはちょっと今年度事業にかかってくることなんですけれども、2023年のうちに募集されておりまして、東京都の教育庁が都内の都立高校向けに実施する心のバリアフリー実現のための障害体験学習の2024年度のプログラムの一つとしてスローレベルのプログラムが採用されました。障害のある人もない人も一人一人がお互いを認め合い尊重し合う社会を実現するとともに、多様な人々が共に支え合い地域や社会を作ることの意味を持って実現をする体験をするということが目的の授業となります。でこちらなんですけれども、すでに4校からも申し込みが来ておりまして、今学校と実施に向けての調整を行っているところであります。はい、ではちょっと私からは以上で、続きをスクイーさんの方にバトンタッチしたいと思います。会場の皆さんも画面の他の皆さんもお久しぶりです。年に一度の総会でお集まりいただきありがとうございます。私の方からは、昨年新たに立ち上げましたアースピーシーズという音楽のプロジェクトの方の、ご報告をさせていただきたいと思います。オリンピック・パラリンピックがですね、2021年に終わりまして、いろんな、そこまでに向けてサーカスはじめ、スローレーベルをアクセシビリティなどいろいろとこう開発してきて、人づくりや、または何ですかね、インフラの環境整備とか、そういったことを取り組んできたんですけども、それが一つ大きな山を越えて、どうやってこう社会に、こう普及していくかっていう、そういうことを真剣に考えた2022年、23年だったと思います。で、いろいろとですね、こうちょっと背景みたいなところをご紹介しながら説明したいんですけれども、例えばエンターテインメントの世界とか、または文化芸術の世界、
イベント業界とか、そういったところにスローレーベルがこれまでオリンピック・パラリンピックに向けて培ってきたノウハウをこう普及しようと、本当にいろんな方に会って対話をしてきたんですけれども、その中ですごくこう感じたことがあります。それがこのアースピーシーズを立ち上げる背景になったので、ちょっとそこのところからご説明したいんですけれども、まず一つはエンタメ業界だけではないかもしれない、イベント業界とかみんなそうかもしれないんですけど、やっぱ2023年っていうとまだですね、コロナの余波が少し残っていて、やっと通常営業戻ってきたかなとかっていう、そういう中で、コロナ禍に人がこう辞めてしまったりした人もいる中で、でもお客さん戻ってきてこう営業再開しなきゃいけなくてとか、そういろんな、なんかこうまだまだその余波があるようなタイミングで、で一方でどん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 こう時代は待ってくれないので、ダイバーシティインクルージョンっていうものを進めていかなきゃいけないっていう中で、変わらなきゃいけないっていう意識は、どの業界にもあると思います。でテレビドラマとかそういったものとか、映画とかそういったものでも多様性をテーマにするような内容のものもたくさん増えてきてますし、全体的にそういう意識の変化はあるんですけれども、ただそれを作っている制作体制の社内の構造とか、そういったもの自体はまだまだ全時代的な構造で、お金の使い方や時間の使い方や、人の働き方っていうところはそんなにまだ変わらないので、その変えなきゃいけないけど変われ、なかなか変われないっていう、その辺の苦しさをですね、現場の皆さんすごく感じてるなっていうふうに思いました。で一方、文化芸術の業界っていうのは、これ多分オリパラの影響も非常に大きいんですけれども、共生社会っていうことをテーマにした活動っていうのが、中は強制的に文化プログラムとして自治体レベルでも、または国のレベルでもやらなくてはいけないというような側面があったので、公共の文化施設とか中心に、そういった場面では多様性への配慮とか、そういったプログラムっていうものは増えてきていることは確かなんですけれども、一方でやっぱりその公共の文化施設など、またはそういった公的な資金を使って実施する文化芸術の業界っていうのは、助成金への依存度がやっぱ高くて、助成金がないと、多様な人にそういったプログラムを届けることが難しいっていう、ある種助成金とか補助金があることが前提になってるっていうところで、課題があるなというふうに思いました。で一方、何ですかね、そういったこのノウハウを持っている団体も一部に限られて、なかなか顔ぶれが広がらなくて、どのプログラムを体験しに行っても、参加している人も提供している人も見に来ている人もみんななんか顔なじみみたいな感じで、プレイヤーがなかなか広がってないなっていうのも感じますし、一方でこう社会保障費とかいろんなものがこう膨らんでいく中で、文化予算っていうものはどん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 削られていく、おそらくそういったこう、自治体レベルでも国のレベルでも優先課題に影響される中で、文化予算って減少されていくんだろうなっていう、そういう課題を感じました。で、先ほどの話と被るんですけど、プレイヤーが少ないっていうのはもう本当にキャストもスタッフも両方かなって思うんですけれども、なかなかプレイヤーの広がりがなくて、私とかはそれこそ個人でキャスティングの仕事とかも受けたりするんですけど、そういう中でもやっぱり、なかなかプレイヤーがいないなというか、こういろんなエンターテインメントの世界でもいろんな多様な人を起用したいっていう意向をプロデュース側が持っていたとしても、そのイメージにこう応えていけるようなキャストの幅っていう、選択の幅っていうのがこうたくさんあるわけではないっていう中で、なかなかこう広がらない、もっとやっぱプレイヤーっていうものを発掘したり育ったりしていかなきゃいけないんだよなっていうふうにすごく感じました。で、そんな中ですね、4月の1日から合理的配慮の提供が義務化されるみたいな、そういう社会的な背景もあって、ますます、公共のセクターだけではなくて、民間事業者も、合理的配慮ということを考えなきゃいけない、社会を待ったなしでそういうムードに来てるっていうことも一方で事実としてあると思います。で、そういう背景を踏まえて、今回アースピーシーズっていう音楽のプログラムを作りました。
で、ビジョンとして掲げているのは、すべての人が自分らしく輝ける世界へという、そういうビジョンを掲げました。で、このすべての人がっていう、そのすべての人っていうのは、障害のある人とか、マイノリティの人とかっていうことはもちろんなんですけれども、それだけではなくて、そうではないマジョリティも含めたすべての人っていうところを、まあ、ちょっと強調していたいなと思います。でこれはどういう意味かというと、まあ、先ほど の背景のところとも少し関連あるんですけれども、まあ、合理的配慮の義務化だったりとか、まあ、社会の流れ的にこういろんなこう思考や環境をアップデートしていかなきゃいけないっていう中、私がこう話をしていると、なんか障害のないいわゆる健常者と言われているマジョリティの人たちの方がなんかすごく疲弊している感じがしたんです。で結構そのメンタルヘルスの課題とかも深刻なんじゃないかなと思っていて、グレーゾーンでギリギリの中で頑張ってなんとか毎日仕事に行ってるみたいな人も多いんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、意外とこう社会のイメージとして生きづらさを抱えてる人とか、なんか全ての人へっていうとマイノリティ側にスポットが当たりがちな気がするんですけど、まあ、少なくともスローレベルで一緒に活動してる仲間たちに関しては意外と楽しそうにみんな生きていて、どちらかといえばなんかこうこの活動統計に行った先の企業の人たちの方がなんか頑張って苦しみながらなんとなく生きてるみたいな、そういうところがあるので、ちょっとなんかこうマイノリティをエンパワーメントっていうところから、マイノリティとともにマジョリティをエンパワーメントするっていう、なんかそういう意味での全ての人が自分らしく輝ける世界へっていう風に角度を切り替えたいなと思った、まあ、そういうきっかけのプロジェクトでもあります。で具体的に、まあ、どういうことをするかというと、ベートーベンの喜びの歌、まあ、いわゆる第九、通称第九ですが、まあ、こちらを題材に、毎回ですね、1公演ごとにプレイヤーを募集して解散してっていうことを繰り返しながらですね、2030年までの、まあ、6年をかけて未だかつて誰も見たこともない聞いたこともない喜びの歌を奏でるっていう、そういうプロジェクトになっています。でこれは単に喜びの歌を奏でることが目的というよりかは、スローレベルが提案する新時代のアートの楽しみ方ということで、まあ、いわゆる SDGs のもとになってます、アクセシビリティ、人権の部分とか、またはサステナビリティとか環境とか持続性っていう、まあ、そういったところっていうのの、まあ、意識をみんなで上げていこうっていう、まあ、そういうソーシャルアクションとして、デザインしました。でこのプログラムは、音楽監督として蓮沼修太さんという音楽家の方に、入っていただいてます。蓮沼さんは、何をされてた方かといいますと、東京2020パラリンピック開会式の時に、パラリンピック旗がちょうど入場してくるところのシーンの音楽を手掛けられてた方で、パラリンピック参加の編曲とか、坂本美雨さんが歌っていた生きるっていう曲の、まあ、作詞作曲などをされていました。でその蓮沼さんが、生きるパラ楽団っていう楽団がいたんですけれども、まあ、それもオーディションで選ばれた障害のある、ミュージシャンの方と、あと蓮沼さんがセレクトしたプロのミュージシャンの方が一緒に演奏するっていう、そういうような、ワンシーンを彼は担ってました。で、その蓮沼さんとの、まあ、スローレベルのプロジェクトでいうと、実はアースピーシーズが初めてではなくて、その前に十日町小学校の創立150周年記念、またふれあい農家支援学校発達支援センターおひさま創立10周年という、この十日町 の記念事業の方で愛称歌を作るっていうプロジェクトの依頼をされていました。でこれを、まあ、依頼を受けたのがですね、ちょうどパラリンピックの年の終わりぐらいで、22年に実はコロナ禍でなかなかこう新潟に足を運ぶことも難しい中、リモートを駆使して蓮沼さんと子どもたちが交流をして曲を作って歌詞を作ってっていうことをしてきました。でちょうどこれが出来上がったりレコーディングされたのはちょうど去年のこの年度をまたぐようなタイミングだったので、あんまり総会などでも触れてないんですけれども、そういうプロジェクトをやっていました。で
ちょうどですね、去年の10月にやっとですね、この十日町で、コロナを明けてというか、コロナ、世間がいわゆるそのコロナ明けてもマスクせずに活動してたようなタイミングでも、やっぱりまだまだ十日町の体制すごく限界体制で、全然子どもたちが集まって歌を歌うみたいなことがなかなか許されないような状況で、私と蓮沼さんがいた式典でも5年生6年生だけしか出席が認められなかったっていう状況なんですけど、やっとですね、昨年の10月に全校生徒で、集まって歌える機会が持たれました。で、今この愛唱歌の、ちょっとドキュメンタリーといいますか、レコーディングからそのみんなで歌ってるところまでを朝日新聞さんと追ってくれて、映像で8分弱ぐらいの映像がホームページにも上がってますので、よかったらぜひこちらもご覧いただきたいなと思います。パラ楽団の時にはある程度障害があっても音楽をやってる、楽器を弾ける方たちとの活動 でこのその後やった十日町の時にはもう声を出すことも難しいし、楽器を弾くことも難しいっていうような、重度の障害のある子たちが、それでも、声を出して歌う普通級の子たちと一緒にコミットしながら合唱するっていう、そういうスタイルの、ちょっとそのコミットの仕方に蓮沼さんのクリエイティブの工夫が入っているような、そういう曲でした。で、こういった経緯をですね、経てアースピーシーズっていうものを私は考えたんですけれども、ちょうど去年の12月ぐらいからですね、この演奏者募集っていうことをしました。で、前代未聞の第一緒に演奏しようということで、果たしてどんな人が集まってくれるかわからなかったんですけど、プロでもアマでもいいし、音楽のジャンルも問わないし、楽譜が読めないとか楽器が弾けないっていう人でも私たちの大工は受け入れますよっていう、そういう内容で、募集をしました。で、実際に、3月の16日に、道の花テラスでワールドプレミアっていう形で、初めての第1回目のアースピーシーズを開催しました。で、この3月はですね、横浜トリエンナーレの方の、パブリックプログラムとしての実施にもなっています。これはもう一つスローレーベルとしては大きなステップアップで、2014年に横浜パラトリエンナーレを立ち上げて14、17、20ってやってきて、で、その先のその先は、障害のある人や多様な人が当たり前に横浜トリエンナーレで活躍しているような社会を目指しますっていう形でパラトリエンナーレを立ち上げているので、ある意味その有言実行といいますか、そのステップアップ目標に合わせて横浜トリエンナーレのパブリックプログラムの中で、発表させていただきました。で、今回は公的な資金に頼らないっていうところをすごく意識しながら、なんとか民間の企業の皆さんのご支援とか、そういう形で開催したいなと思って、これまでのファンドレイズの形とはちょっと違う形でのファンドレイズっていうことにも挑戦しました。民間のノエビアグリーンさんの、女性をはじめ、いつも地元の横浜でご支援くださっているフリーグさんとか、あとスローレーベルの参助会員にもなってくださっている社団法人マムさんが、助成をしてくださったりとか、あとメセナパートナーという形で企業さんでご支援をしてくださった、同じく地元の、株式会社データマーケットさん、あとそれから豊島株式会社さんは、エコロジカルなマテリアル、プラスチックに代わるマテリアルを開発されている会社さんだったりとか、あと、株式会社アンビエンテックさんと AOI ジャパンさん、こちらも横浜のみなとみらいに本社を構える、照明の、水中照明と、あとインテリア照明を、作られている、ブランドの企業さんだったりとか、あと、関西方面からヒラクホールディングスさん、ヒラクホールディングスさん株式会社さんが、ご支援くださいました。で、あとメディアパートナーっていう形も今回初めてトライしまして、
タイムアウト東京さんと、マガジンハウスココココさん、あとこれまで事業の方でお世話になっていたんですけど、今回は初めてメディアパートナーという形で、日本財団ダイバーシティ・インディアーズの、皆さんにサポートしていただきました。あと他にも、この後出てくるんですけれども、株式会社皆さんはスローレベルの理事の皆川明さんの、ブランドですけれども、この後出てくる蝶ネクタイのテキスタイルをご提供いただきましたり、あと株式会社新藤久石ショールームさんは青山にショール大きな素敵なショールームがあるんですけど、リボンとかいろんなそういう、手芸のそういう紐とかリボンとかそういったものを作られている会社なんで、そちらの、企業様にも、ご提供いただいたりとか、あとディアンド・デルーカさんっていうのもすごく新しい今回初のコラボレーションだったんですけど、横浜そごうに入っているディアンド・デルーカさんがフードを手がけてくださったりとかっていうふうになりましたっていうですね、なんかこう新しい仲間作りっていうところも目指したそんなプロジェクトとして、やったアスピーシーズなんですけれども、実際に募集をしたところですね、音楽のジャンルをプロは問わずですね、本当にたくさんの、29名の方に申し込みをいただきまして、その方たちはですね、病気とか介護とか子育てとかまたは仕事とか、そういろんな事情で誰かと演奏する機会を失った方だったりとか、または一方でプロの楽団で演奏家として活動されている方とか、本当に幅広い方、10代から60代までの方が、参加してくださいました。でこの特徴としてはですね、事前のリハーサルを行わない1日完結型っていうものを採用しています。でそれはこれまでサーカスの私たちのプログラムもそうですし、普通にこう音楽の公演やるっていうと、何回も何回もリハーサルを重ねて、で最後に発表するっていうスタイルが、通常のやり方だと思うんですけれども、やっぱりここに書いてるような、病気とか介護とか子育てっていういろいろなこう日常 の, やることを抱えている方にとって、何度も何度もこう通ってくるっていうことが、それ自体がもうそもそもハードルになってしまって、活動に参加することを諦めるっていうことにつながってしまうので、そういう方たちを取り残さないっていう意味で、1日完結型というちょっとユニークなスタイルをとってます。この1日完結型って簡単に言うのは簡単なんですけど、実はやるのは本当はすごい大変で、ここにサポートミュージシャンっていう、いつも蓮沼さんが音楽を一緒にやられてるミュージシャンの皆さんが一緒にサポートしてくださって、例えばこれはスローの活動でもよく参加してくれてる香織ちゃんがピアニカで参加してるんですけど、香織ちゃんのレベルに合わせた楽譜で、なおかつ音符が香織ちゃん読めないので、ドレミが振ってあったりとかっていう、香織ちゃん用の楽譜を、用意してくれるみたいなことだったりとか、または、これは同じくサーカスの方にも参加されてるマシェラ・リュウ君ですけど、リュウ君なんかは楽譜が読めないので、練習用のデモ音源を宮坂さんが用意してで、それぞれのレベルや適性や個性に合わせた準備をしてくれて、それで当日迎えるということをしています。また空間演出の方もちょっと今回はサステナビリティというところを非常に意識しまして、大島弘子さんというシアターグリーンという、劇場の、舞台美術をこうサステナブルにっていう、そういう活動をされている方に手掛けていただきまして、地元の同じく認定 NPO 法人森ノートさんという布 の, リサイクルを手掛けている団体さんに協力していただいて、一緒に空間演出をしていただいたりとか、あと先ほどのアンビエンテックさんに照明をお借りしたり、または先ほど出てきましたこの蝶ネクタイが、このテキスタイルがミナペルホネンさんにご提供いただいたテキスタイルと、新藤さんにご提供いただいたリボンなどがふんだんに使われている、これは蝶ネクタイなんですけれども、演奏する方に
演奏する方と見に来られたサポーターの方に一つずつ配られたその、蝶ネクタイです。でこの蝶ネクタイは、これも本当スローレーベルが2011年の頃からやってきているあのスローファクトリーというようなあのみんなで参加型で物を作るっていうそのノウハウをあの応用しまして、まあ、当時はあの参加者だった障害のある子たちのお母さん、まあ山本さんと清水さんというあのいつもあのスローの活動に参加してくださっている障害当事者の子のお母さんが中心になって新たなあの医療的ケア児のお母さんの仲間たちを、声をかけて集めてくださってこういうあのちょっとお茶飲んでおしゃべりしながらあの手をものづくりを楽しむみたいなそういう時間 をあの経て出来上がったこの CR ナンバー1蝶ネクタイが当事者あの当日参加した方に配られました。あとこういったあの先ほどのディーン&ベルカのお食事が振る舞われたりとかしてます。で、プレイヤーの参加者先ほど29名と申し上げましたけれども、うち障害のある方が12名でした。で特に障害のある方はこちらで募集してください、障害のない方はこちらでっていうそういう分け方を今回一切しなかったんですけれども、スカラシップっていう枠を設けてあの参加費が払って、参加することが難しい方、経済的にあの困難な青少年の方はスカラシップを適用しますという形で、ノエビアグリーンさんの助成金などを使いながらその無料で参加できる枠と、あと、趣味とかアマチュアで、または働いていてお金があるという方はお金を払って参加費払って参加していただくっていうそういうスタイルをとっています。で日中はあのゾウの花テラスで公開リハーサルにしたのであの不特定多数の方皆さんあの作っているところを見ていただくっていうような時間になりまして、で夜はあの閉館後のゾウの花テラスで、プレミアムタイムっていう方でこう、サポーターとしてあのお金を出してくださった方々をご招待する形で、お食事食べながら見ていただくっていうそういうちょっとディナーショーっぽい、ショーイングの時間を作りました。で、メディアも165媒体あのウェブが中心ですけれども、掲載していただいて、で割とこうヤフーニュースだったりとかまたは東京新聞さんとか大きなあの新聞の記事にもしていただいたりとか、あと、日テレニュースカルチャーさんの方で、今もあの YouTube の方に上がっているのでよかったらぜひ見ていただきたいんですけども、当日密着した映像をあの流してくださったり、まあ、それが一部ニュースエブリーなどでもご紹介いただいたりしています。ということで、ちょっと割と私ゆっくり喋りすぎちゃってこれをフルで流すとオーバーしそうなんでちょっとだけ流します。一応紹介しますね、宮坂亮太郎さんです。三浦千秋さんです。土健さんです。あとクリスさんです。はい、今回のプロデュースされてます。はい、これからやる音楽も、何が正解っていうかね、何が合ってるとか、何かが間違ってるとか、うまいとかですね、下手とかね、あのそういう感覚は一切ないので、まあ自分なりの音の出し方みたいなのがこの場で、出せたらいいと思いますし、演奏するみんなも、いろんな人の音っていうのを受け入れてあげながらですね、一緒に、合奏できたらいいんじゃないかと思ってますので、いきなり深いこと言ってますけど、なかなか時間がないのであのきちっと言ってるという感じなんですけど、よろしくお願いします。最初パート2をやってパート4、パート1、パート3っていうのをちょっと分けていくんですけど、彩りがどんな感じになるのか、彩りをどんな感じになるのかっていうのをちょっとみんなで聞いてみよう。
ではリクエストから最後の最後まで通します。鍵盤だったり電子音だったり、何ですかね、トイ楽器、おもちゃ楽器とかもね、使ってます。おもちゃ楽器。はい、本当にたくさんの楽器を操れる。じゃあまずはミュージシャンの皆さん、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい。初顔合わせで、演奏するなんていう経験は僕も初めてなことなので、もちろん緊張もすると思うんですけど、まあ、リラックスしてやっていけたらいいかなと思います。ではですね、ちょっと一回こうポンってやるんで、ちょっと音一回出しときましょうか。いきますよ。いきますか。大丈夫。せーの。いい感じですね。はい。
どうもありがとうございました。ありまして、先日まで銀座のソニーパークミニというところで上映をしておりました。多分また今年皆さんにどこかのタイミングで見ていただく機会があると思います。で今回このスピーチーズはまた専用サイトをサマリの古川さんはじめ田中優太君と時間のない中で頑張って作ってもらいまして、当日の様子の写真なども入ってアーカイブにもなっているので、ぜひ見てみていただけたらと思います。ボイシーズっていうページが新しく追加されていて、そこには実際に参加したいろんな方たちの体験談が掲載されてたりとか、あと専門家の方のレビューも載ってますし、あとこのサポートミュージシャンで入ってくださった3名の方の座談会みたいな形でどんな風な気持ちでこう準備したかとか、実際迎えてどうだったかみたいな裏話がふんだんに語られていて結構面白いので、こちらもぜひよかったら見ていただきたいなと思います。あとですね、もう一個、橋沼さんと私と、あと、パラトリエンナーレの2014年の立ち上げの頃お世話になっているキュレーターの南波幸子さんに、今回ドキュメンテーションディレクターという形で、この経過の様子とかが消えてなくならないように、どのようにこう記録に残していくかっていうところをキュレーター視点で押さえていただいているんですけれども、その、南波さんと橋沼さんと私が3人でトークした、映像もこれも先月ソニーパークミニさんのインスタの方でインスタライブやらせていただいた模様なんですけど、これが字幕付きの YouTube の、動画が、スローレーベルの YouTube の方に上がっているので、こちらもぜひよかったら見ていただきたいなと思います。で音楽なんですけど、でもサーカスから音楽ってすごくジャンプして飛んだように思われがちなんですけど、でも実はですね、すごくつながっていることが多くって、やっぱ円形になって語話になって始めている部分とか、多様性を生かす作り方とか非常につながっている部分があって、またこうサーカスの方と行ったり来たりしたり融合したりとかっていうことは今後も出ていくだろうなというふうに改めて感じています。はい、ということで言わしちゃったんですけど、どうしようかな、せっかくなんでちょっとフロアに振ってもいいですか、マイク。あ、じゃあちょっとせっかくなんでまず本番を見に来てくれた、どうしようかな、じゃあちょっと真正面にいる美輪さんに振っちゃうかな。あ、美輪さん、そこのお二人ちょっとぜひ何をやられてる方かっていうのと、せっかく3月見に来てくださったと思うんですけど、感想もちょっと一つお願いできますでしょうか。こちらに向けていただけるといいのかな。はい、はじめまして、三輪亮と申します。今日はお招きいただいてありがとうございます。僕が今何しているかと言いますと、僕は同行援護事業所というものを経営してまして、まあ、同行援護というのは視覚に障害のある方の外出のサポートの事業を経営してます。僕も視覚に障害があって中心が全く見えなくて横の視野がちょっと残っているような見え方をしていて、まあ、僕も一応障害当事者として会社をやっています。で3月イベントにお招きいただいてすごく、ね、隣にヘルパーの佐藤直美さんと一緒に行ったんですけど、最初すごい念入りにこうリハーサルして発表に臨んでいる、そういうイベントだと思ってたんですけど、当日のリハーサルだけでこのクオリティのものを作るっていうのですごく驚いて、で僕も結構音楽好きでエレキギターを結構10年ぐらい弾いてるんですけど、まあ、なんか多少音楽かじってる人からしてもなんか本当にすごいなっていう感想がまず最初に出てきました。なんか今度、まあ、機会あれば僕もちょっと参加してみたいなっていうふうにも思いましたし、なんていうんですかね、やっぱこれすごく僕にとってもなんか大きな出来事で、まあ、本当にいろんな人にもこの活動をちょっと伝えていきた
たいなと思いましたので、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ次回はプレイヤーとして参加していただくということで、はい、はい、お待ちしております。ありがとうございます。あと、じゃあ隣に渡辺さんがいらっしゃってて、渡辺さんは何年前だろう、もう本当パラリンピックの前にトヨタ財団さんにいらっしゃって、三菱財団さんにいらっしゃって、で私たちのサーカスの立ち上げのところの女性をしていただいたんです。で当時ね東大病院の整形外科の先生も審査員にいらっしゃったりとか、結構医療系の医療福祉系の専門の先生たちがいらっしゃる中で、私と金井さんで面接に行って、多分他めっちゃバリバリ福祉系の方ばっかりなところに金井さんと私っていう、どう考えてもちょっとなんか応募のあれ間違えたんじゃないのみたいな2人が行って、で思いっきり障害者がぶら下がって逆さまになってる写真とかを見せながら、これがリハビリにいいんですみたいな話をして、でそれを逆に審査員の先生たちがすごい面白がって、これはいいみたいな、障害者の運動不足に最高だみたいな感じ で採用してくださったっていう経緯があります。でそこで数年ご支援いただいて、で無事パラリンピックも私たち乗り切って帰ってきたっていう、まあ、その流れをご覧くださってて、で今日も来てくださって、そこからまた数年経って前半東野がソーシャルサーカスの最近の活動の報告をしてたと思うので、ぜひよかったらそちらのコメントとかいただけたらいいなと思います。はい、渡辺です。ご紹介ありがとうございました。私自身は三菱財団で去年まで勤めてたんですけども、退職しまして、年金生活者やってるもんですから、そういう中でまあ、それまでの今お話していただいたことを含めて経験が今のまあ退職後の生活の中にどういうふうに私自身ですね入ってくるのかなっていうのを今試しているところで、それの中で別に何ができるってこともないですけど、まあ恥ずかしくなるような金額で寄付をさせていただいているので、それで一応つながせていただいてですね、でまあ今日もこうやってお話を聞けると、まあクリスさんの顔もやっぱりオンラインじゃつまんないです。たまには拝見したいなっていうのもあって、さっきから話は本当に面白い話ばっかりで、興味深い話が多かったと思います。まあ、前半のソーシャルサーカスの話もやっぱりすごく広がってるなっていう、以前も一度神岡に財団がやってるその、なんていうかな、プレスみたいなところに取材もさせていただいた関係で、写真を撮ったりとかですね、サーカス、サーカスでいいでしたっけ、サーカスやってるところに一緒にちょっと入らせていただいて、ジャグリングの真似して難しいなっても分かったりとかっていうのを思い出しましたけども、今のアース&ピースですか、はい、それは初めて、今、見させていただきましたけれども、本当に素晴らしいなっていうんで、ちょっとこう語弊のある言い方かもしれませんけど、今一番最初に思ったのはやっぱりベートーベンってすごいなと思いました。つまりそのベートーベンの作曲した喜びの歌のフレーズってやっぱり何百年もすごくて、実はすごくフレーズはそのなんていうかインクルーシブっていうか、誰がやってもっていうと、まあそこに逆に語弊があるのかもしれないけれども、響くものを持ってるものとそこを本当にうまく組み合わせられてるなっていうのがすごい。つまりやっぱり そうだとしても、これがうまくいってないと、まあ喜びの歌の部分じゃないところがこう聞こえてきちゃったのかもしれないんですけど、そうじゃなくてこうやっぱり強いもの、強い楽曲っていうのはそれがきれいに伝わってくるっていう部分が多分あって、そこの工夫っていうのは多分まあもうクリスさんが一番お得意のところなんだと思いますけれども、素晴らしいなっていうのが私の今のすごく強い本当に素晴らしい十何分間で、また何回も見たようなものですけども、楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本番のパフォーマンスが、大体ショーウィングが30分弱あって、今日はそれをこうもうその中の最後の
パート67567っていう最後の後半のパートだけの部分の映像だったんですけど、1からの展開が全部あの30分弱あるので、それはまたあの上映をしますし、今回あの録音してその後静音作業というかミックスして静音する作業っていうところにプロの方の力をお借りしたことで、当日は輪になってやっぱいろんな楽器のがいるのでいろんな音の大きさもあって、そうなんですね、あの座る場所によって聞こえてこなかった音もたくさんあるんですけど、このプロのミックス作業が入ったことによって、あ、それでもすごいんでしょうね、はい、あのいろんな音が聞こえてくるっていうそういうものになっているので、ちょっとそれはまた皆さんにあの体験していただける機会を作りたいと思っているので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。はい、ということでちょっと10分オーバーしてしまったんですけどそろそろ、はい、司会にマイクを戻したいと思います。23年度、これだけのですね多くの方々に、イベントだったりとかそういったものに、ご参加いただきました。回数と人数を、集計してみますとですね、大小さまざまなイベントだったりとか体験会、それからサーカスのワークショップ等々を積み上げますと90回以上の、ものを開催いたしまして、延べ約7000人の方々に、ご参加いただいた、出ていただいたという結果になっております。こちらのですね活動につきましてはですね、横浜市やそれから港区の関係団体のご支援、それから企業個人の方々からの貴重なご寄付に、支えられて実現できております。皆様には心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。ではですね、引き続きストローレーベルの活動にご賛同いただきまして、ご寄付、ご支援をご検討いただきますよう心からお願い申し上げます。皆様本日は長時間にわたりまして熱心にお聞きいただきありがとうございました。これにてストローレーベル活動報告会を終了させていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。